日産フェアリーゼットプロトタイプを世界初公開。本日日産がオンラインイベントの中でフェアリーゼットのプロトタイプを世界で初めて公開いたしました。こちら V6 ツインターポエンジンを搭載しこのような見た目になっておりますが日産の内田社長は Z は日産の魂そのもので構造改革の重要なモデルでもあると 説明をいたしましまこのファアリリー Z、現行モデルは2008年に発売されており、さすがに古くなっていたんですが、現在、COVID19 の影響で、車の購入を検討している方が多くいらっしゃいます。まあ、通勤で車を買いたいという方がですね、 いらっしゃいますので、現状、実用的な車については、十分揃っており、今後、さらに必要とされるのは、運転が楽しく感じられる車になるんじゃないかと思われますので、日産だけではなく、すべての自動車会社の皆様には、ぜひとも、 実用的な車だけではなくて、実用的で遊び心もある車を開発し、販売していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。